皆さんこんにちは、ダンボールなめこです。そしてなめこさんです。今日はダンボールなめこのダンボール工作第3弾ということで、落とし穴付きダンボール迷路を作ってみたいと思います。イエーイ。落とし穴、落とし穴ですよ。落とし穴付きダンボール迷路。普通のダンボール迷路を、まあ、作り方動画なんて見なくても、まあ大体わかるじゃないですか。ちょっと今回せっかくなので、落とし穴付きダンボール迷路を作るとか、まあそのまんまなんですけど。では早速作ってみましょう。じゃあ先にちょっと材料の説明をします。今日は落とし穴付きダンボール迷路ということで、ただの箱ではなく、ちょっと蓋付きの箱を用意しました。まあ、これ何でもいいです。もしね、ご自宅に、お中元のジュースとかビールとかの空き箱とか、洗剤の空き箱とかがあったら、そういったものを用意してください。蓋が硬い。こんな感じで、蓋付きの箱ですね。これで20底にするわけです。こんな感じで。で、下に、ビー玉が落ちると。いう構造になります。まあ、どういう風に作るか、ちょっと詳しく説明します。蓋付きの箱。そして、迷路を作るための、内側の壁を作るための段ボール板。まあ、これは何でもいいです。まあ、柔らかい方が加工がしやすいかなと思います。何枚か用意します。で、あとは、カッターマット。ね、こんなちゃんとしたやつじゃなくてもいいんですけれども、下に何か、引く用のマットを用意してください。カッターマットがなければ、漫画雑誌とかね、ちょっと分厚めで、何か切っても大丈夫なような刃、カッターの刃が床とか机に届かないぐらいの厚さの紙を下に敷くといいかなと思います。で、あと定規。で、定規も、カッター使うんで、金属の定規用意してますが、まあ、ご自宅に、こういった定規、普通はないと思うので、まあ、普通の定規でも大丈夫です。で、あと段ボールを切るので、基本的にはカッターを使います。ハサミだと、なかなか段ボールが、波打っちゃって切りづらいので、まあ、曲線を切るときにハサミの方が便利なんですけれども、基本的なカッターを使っていきます。で、紙。これ何かっていうと、ちょっとこれから設計図を書きたいと思います。ね、いきなり切り始めちゃってパーツがないとか、使うはずの段ボールを切っちゃったみたいなことにならないように、設計図を書いて、イメージを膨らませていきたいなと思います。ではまず設計図を書いていきます。でけえぞでけえぞ、これはマジで本当にでかいな。もう自分も思ってたもん、3倍ぐらいでかいです。そうだよね。で、こいつの定規の幅で線路、線路っていうか迷路作ろう。ちょっと太いかな。いや、まあ、ビー玉のサイズによる。ビー玉、それよりビー玉用意しなかった。ビー玉用意しなかった。まあ、いいんです。自分が分かればいい、設計図は。ただ、設計図を書かないといきなり作り始めるのが厳しいっていうことだけ見てる人は感じ取ってもらえれば大丈夫です。壁をいっぱい作ります。壁は測るのがめんどくさいので、この定規の幅で壁を作っていきます。はい。とりあえず、ビー玉迷路の壁になるパーツを作りました。同じような細さで、長いパーツを作って、で、まあ、設置するときに、ちょっと切っていけばいいかなっていう、そういう感じです。ただ、これ、のりしろがないです、このパーツは。のりしろをつけると、段差ができちゃうんで、嫌だなと思ってたんですけれども、ちょっと、つける方法は、今、まだ考えてません。では設計図に合わせて今度は迷路を貼っていきます。なんとなくです。
プロペラちょっとこのまんまだと回らないんで、ズボッと刺しても引っかかって回らないんで、ストローにこんな感じで入れてあげたら回るかなと思います。ストローを台紙のここに固定したいと思います。よし、では溝を掘っていきます。穴開ける場所をちょっとマークつけていくか。はい、むっついけど、とりあえずいいや。とりあえずいいや。むっくわ。いったな。はい、こんな感じで、穴と、隙間が開け終わりました。ということで、ここから組み立てに入ります。組み立てって言っても、ただバラしてた段ボールを、もう一度、箱の形にするだけなんですけどね。もうほぼこれで完成ですよ。あとは、あ、ブラインドの部分忘れてた。余計なことを思い出させやがって。はい、できました。ブラインドね、ここをブラインドにするんだよね。そう、いいじゃん。なんていうの、ちょっと小人の名前与えるブラインドゾーン。かっこ悪い。ブラインドメイク暗黒マスク。多分ブラインドゾーンの方がかっこ悪くない。ダサい。暗黒マスク。くるくるが最後につけるので、いよいよ大事な厚底の部分をやります。お待たせしました。これをただ普通に遊んでるとね、どっか落としてなくしてしまうので、この下に厚底をこうかませて、それで、遊ぼうと、そういう魂胆ですね。はい、できました。こんな感じで、段ボールの切れ端をですね、この箱の角っこにセットしていきます。で、コロコロを、中で転がったやつらがちゃんと手元に集まるようにした方がいいと思うんで、まあ、こういう感じでね。で、穴をね、開けとくわけですよ。穴を、ここに。いよいよ完成です。じゃがーん、はまる？はまる？お、いいじゃん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 。二重構造になってる。そしてこの回るんだか回らないんだか分かんないこちらを、高さが足りすぎてる、高さ足りすぎてるんで1センチぐらい。よし、回った気がする、回ってる気がする。というわけで、色は特につけてないけど、なめこの落とし穴付きビー玉迷路完成でーす。試しに一回やってみましょう。そしたらとここ、おお、即死しました。即死した。よいしょ。くるくるがあんまり意味ない。ああ、全然想定外の振り出しに戻るから。
こは振り出しに戻るはあるんですけど、ね、あーあっ、うん、いけたいけた、シーソーつけてなかった、シーソーつけてなかったガラーン、シーソーつけた、はい、はい、というわけでなめこの落とし穴付きダンボール迷路完成です。まあ、ちょっと後からみんなでこれ早速遊んでみたいと思います。というわけで今日のダンボールなめこのダンボール工作は以上です。またお会いしましょう、いつかまたいつかお会いしましょう、またね